This bar is for musicians only. Welcome to Music Cocktail. 住吉美希です。当店では今夜も素敵なミュージシャンをお迎えします。そして当店の名物マスターはこの方。ミキちゃん。どうもマスターのパパヤスです。お、住吉君。はい、9月も半ばになってすっかりメイクも秋色だね。いつもと同じです。といきなり大外し。さあそれでは今夜のゲストの方は。はい。あの高橋幸宏さんとあの細野晴臣さんの新ユニットスケッチショーです。最近書いてないからな。こっち見て、意外と奥ぼえたいだったりするんだね。あのそれスケッチしようですよね。できました。あー似てるって、これ私じゃないじゃないですか。ウェルカムトゥミュージックカクテル。マユ画像じゃないですか。もう行きましょう行きましょう早く。はい、ではミュージックカクテルへようこそ。いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞ。では改めまして、スケッチショーのお二人です。はい、どうも。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あのオーダーの方、オーダー。はい、僕はとりあえずビールかなんか。とりあえずビールで。はい、高橋幸宏さんは、はい、とりあえずビールで。はい。かしこまりました。細野晴臣。僕はね、マルガリータをテキーラ抜きで。バージンマルガリータ。お酒ダメなんです。そうなんですか。でもお二人ともあのとてもおしゃれな雰囲気なので、確かにこう酔いつぶれてるこうイメージとかはないですよね。あ、僕は結構すごい、ね、すごい酔いつぶれてるそんなイメージ。そうなんですか。じゃあ細野さんが飲まれないからお二人でそういう飲みに行こうというのはもちろんできないわけですね。できないんですよ。だから食事もないんです。たまに食事、この間 もうね、レコーディングのスケッチを組んでから行くんですけど、退屈なんじゃないかなと思って。そう、もう食べたらすぐ帰りたいからね。あと僕たち年寄りだから、そうそのまま食べ終えちゃうと眠たくなっちゃう。あ、それもある。うん、え、今ちょっと一人でおいくつに。ちょっと100歳じゃないですか。50歳、100歳、100歳じゃないの、なんとなく。高橋さんは
つまんないでしょ。え、飲むとどうなってしまうんですか。僕ですか。はい。僕はね、あれバカ野郎っていうなっちゃうんですよ。え、あ、じゃあ飲んだことはあります。違う。え、今あれバカ野郎バカ野郎みたいになるんじゃなくて、気持ち悪くなるんですよね。真っ赤っかになっちゃうでしょ。ああ、じゃ体に合わないっていう。合わない合わない。うん。でも実はね、すごいもっと昔から知り合いなんですよ。あれ。そう。そうなんですか。僕はね、高校生の時、細野さん大学生で、うん、高校生で生意気生意気、そんなことないですよ。いやいや、それは、ね、その時からもドラム上手かったですよね。そうですか、うん、でも一緒にあの初めてこう2人で組んで、コンビって言わないんですけど組んでやられたのは YMO リオマジックオーケストラ、はい、坂本龍一さんが、うん、3人で当店ではですね、映像コレクション、はい、ご用意いたしました。ちょっとご覧いただきたい。一緒にご覧ください。こちらのモニターです。これは83年のサンプライズ。ああ、そう。やだやだ。あ、若い。若いですよ。そう、しょうがない。ああ、覚えてる。新生ドラマなんですよね。ね。興奮してきちゃったな。まあ YMO の話はね、はい、さておいて、うん、今回のユニットなんですけども、はい、どういうきっかけでお二人でやろうっていう話になったんですか。あのね、2年ぐらい前かな、うん、ゆきひろが何かやろうよと言ってきたんですよ。確かラジオ番組だったからでね、ゲストで僕が呼んだら、うん、放送中に言うからいいよなんて、うん、あ、そうなんですか。社交辞令のつもりだったんですけど、みんなミュージシャンってみんな挨拶代わりに今度やろうよなんかやろうよ、まあ、それでピタッて忘れちゃって一回忘れちゃって一回忘れちゃって、それで去年ですか、もう一回会って、それで10月ぐらいからじゃあユニットでやろうよって、うん、それでスケッチショーっていう、うん、ギャグっぽいのやりたいねっつって、そしたらじゃあスケッチショーっていうのちょうどあのモンティパイソンみたいなああいうコントみたいなスケッチショーっていうから、そういうのもいいんじゃない、うん、あ、そうなんですか。スケッチショーっていうんですか、モンティパイソンみたいな。そうなんです。あ、そうなんです、うん、え、でもお笑いバンドを目指したわけじゃないんですか。ちょっと目指しちゃったんだなでも内容はお笑いどころがすごくかっこいいですよね。真面目になっちゃいましたね、あの、ね、音楽やってると、うん、作ると真面目になっちゃうんですよね、うん、しかも今回あの坂本さんもね参加してます。参加してるのもあるし、そうですよね、うん、どうです、あの当時とやっぱりすごく変わったなというのが変わったんですよ。その通り、うん、当時だとねやっぱり緊張感がすごかったんです。テンション高くなっちゃって、うん、お互いに探り合いになっちゃって、あ、なんかね3人集まるとテンション高くなるんですよ最近はでもそれがなくなって、教授も丸くなって丸くなったし、とっても大人になってで気軽に来てね、かなり気軽でしたね、うん、気軽すぎるぞみたいな気軽に。Do you want to
例えば健康のために毎日やってることとかはあるんですか？最近は両手を広げて片足立ち1分ずつ両足。それ体にいいんですか？いいんですって。両手を広げて片足、まず腰、腰痛、肩こり、それから脂肪分を取る、燃焼させる、全部大事。一緒に1日2回1日2回一緒にやってらっしゃるんですか？うん、教えてくれたんでスタジオで。ほら、いろいろ待ち時間とかあるでしょ、はい、1分なんてもう すぐできると思ったけど結構辛いんですよ。辛いですね、うん。お二人並んでスタジオでこうやってやってるんですよ。来ました、来ました。どんな子供だったんですか？よく先生には目つけられてましたね。ふざけすぎっていう感じ。ふざけすぎ。あ、お待ち取りました。これはこれはなんかあの、はい、名前がついてるんですか？え、もう今即興で作らせていただきました。夏の思い出。夏の思い出。はい、ベースは、ベースはあのホワイトラムという夏にふさわしいベースを作らせていただきました。はい、さっぱりとこにしました。美味しい。ありがとうございます。これはちょっといいですか？お、心配だな。大丈夫ですか？いや大丈夫です。今日バターンとかいかないですよね。今日が思い出になるとまずいんですよ。美味しいな。
something wonderful to you. Give me 何か素敵以外にこれをしてると楽しいとか。ギャグですよね、ほとんどね。ギャグ。ギャグ。やってんのは。どんな感じのギャグがこう。ギャグ、例えば。ちょっと泣いてくださいよ。おみちゃん泣いてんの？幸せ。ナムナム。とか言うのね。だから今。これは放送しても大丈夫ですか？大丈夫です。どうかな。わかんない。普段例えば楽しみでは音楽は聞かれますか？聞くんです。すっごい聞きます。聞く方が好きです。どういう音楽を？僕はもう全部ですから。20世紀の音楽は全部聞いてますよ。じゃあ家にはきっと膨大なレコードか CD のコレクションが。家に置いとくと大変だから全部スタジオに。あ、そうなんですか。それを聞きながらなんかレコーディングをしてるんです。へえ、うん。今後スケッチショーとしてこれからどんなことやっていきたいっていうのはもう見えてるんですか？バンドなんですよね。ユニットじゃないです。バンド。ユニットっていうのは1枚作ってさよならっていうのを。バンドっていうのは1枚作って2枚目は完成形でね。3枚目はすさんでいくんですよ。で解散っていう3枚でそうそうそう。ということは次の2枚目は完成形が聞けるというそうですね。なってきますか。そうですね。今1枚目と随分こう違ってくるっていうのも具体的に、うん、あるんですよ頭に、うんうん、ああそうなんですか。あのね、ゆきひろが燃えてますから今久しぶりに。このくらいの炎なんですかね。ちょろ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 みんなで消さないようにして。例えば新たにこんな人が仲間にっていうサプライズは。ニューヨークに住んでる友達で RS 君っていうのがいるんですけど。 RS 君はいはいはい。なんとなくイメージありますか？なんかもまたやれたらいいなと思ってますけど、うん、ここでね放送で言ってしまったからにはまた盛り上がって次責任を取らなきゃいけなくなっちゃいますけど。なんかあるぞっていうね。お前もお前やんないです。やんないです、ね、あくまでもスケッチショー、うんうん、もし一人入ったとしても名前は違います。あ、今度はオーディオスポンジで。じゃあそうですね、うん、オーディオスポンジ。
it may rain or storm, yet I'm safe and warm. For within that summer place, your arms reach out to me, and my heart is free from all care. For it knows there are no gloomy skies when seen through the eyes of those who are blessed with love.幸宏さんと細野晴臣さんってもう本当気の置けない間柄っていうか、出会うべくして出会った運命の2人っていう感じしません？そう、出会いはいつもデスティニー。今夜も君のためにスティッチショーをイメージしたカクテルを作ってみたんだけど、僕にとってグラスはキャンバス、バーボンとリキュール2つの味の絵の具が個性を主張し、それでいて見事な調和を描く。名付けてスケッチボード。うわ、でももしかして住吉君は高橋さんと細野さんの出会いにかこつけて僕たち二人の出会いについて語り合いたいんじゃないのかね？うん、何も言わなくていい。もし君がその気なら、この僕が君の人生のスケッチをしてあげちゃってもいいんだよ。いいです、あの早く片付けましょうよ、ね、スケッチボード。次回のお客様は存在感あふれる個性派シンガー、ウーア。彼女ならではの歌の世界と意外な素顔をお届けします。ミュージックカクテルフィーチャリングウーア、お楽しみに。